坂井清隆は、日本の理工学者。現在は、早稲田大学名誉教授、公益財団法人将来科学技術、新興財団理事、医療法人社団、吉人会顧問、人工臓器歴史遺産研究会代表である。科学工学を中心とした、医療工学の研究を行い、人工臓器の開発や設計に携わった。生命維持管理装置の操作、設計に、 科学工学の知識を活かして、現代の高度先進医療を支える、医療工学の発展を促進した研究者である。生命維持管理装置を扱う、臨床工学技師、医学に関わる、理工学研究者、人工臓器を扱う医師と共に研究を行い、多くの業績を残している。秋山聡、林広保坂秀明、横山牧夫、峰島道夫、安住リ子。 小沢春子、鶴岡秀氏、竹沢慎吾、松田健一、山下明康氏、小沢菊男、金森俊、之、金武淳、吉田亮、串谷文彦、坂上正弘、柳沢増美、吉見康夫、桜井久美、小久保健一、福田誠、日見直行、宮坂武漢、薬師寺大寺、青柳梨香、松田範明、小林淳、江原光弘、熊代義一、 長瀬健一、葉山淳大、山本健一郎、糸七岡津、小川武人、岩永進太郎、長谷川玲、小松博、坂田博、な滑川あたる望みなどの理工学研究者,者、企業経営者、企業技術者、医学研究者、医師を育てた。学会特別講演、2011年9月3日、撮影。ありがとうございます。